今回は、パキラ、人気のパキラですね、はい、パキラの散髪剪定の仕方っていうのをお伝えしようと思います。で、2つパターンあるんですけど、すくすくと育ってるヨシトの散髪の仕方でーって伸びていくやつと、葉っぱがね、なんでしょう、わさーっとなってしまって茂りすぎて、まあ、こんな黄色い葉っぱが出てきたりとか、葉っぱが大きく大きくなったりした人の剪定の仕方っていうのをお伝えしようと思います。剪定のタイミングというのは他の、植物も一緒で、裏返してみると新芽が動き出してきたら、これこういう感じで新芽が動き出してきた時が散髪のタイミングなの、伸びてきてるでしょ、ピロンピロンって、けどもこれ今古い葉っぱがあるから頑張ってビッて展開できないのよ。でこの子も力を振り絞って他の葉っぱよりか上に出て光を浴びたいからガーって伸びたわけで、こんなビューって徒長してんやけど、この葉っぱたちが邪魔してるわけよ、光を、光と栄養を取られてるので、今この中途半端にこの状態で成長さすとビューンって伸びたやつになるわけで、伸びてしまうと形が全然変わってくるから、そういうふうにならんように、これ今そのビヨーンって伸びたやつのなりかけな、この子が伸びていくわけ、ビヨーンって、でツン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 ってなってしまうわけ、形がちょっと違ってくるので、こうなった時の、散髪の仕方をお教えします、これは思い切りが大切です。どういうことかというと、ハゲにします。なんでかというか、その方が全部入れ替える方がいいの。中途半端に残すとそこに栄養がいったりとかして、すごいバランスが悪いので、生産者が、吹き直しというんですけど、吹き直し、新たな葉っぱを出さすために、やっている方法をお伝えしようと思います。それはですね、まず、このいらん葉っぱちょっと落とすけど、うわーもったいない、古い葉っぱね、古い葉っぱもこれ全部新しいの戻すんだよ今回は。なんてことって言わはるけども、ちょっと見やすいようにこれ下の葉っぱ落としますが、で今これちょっと見たら分かるけど、粘って出てんの、糖分が、湿度が足らない証拠なんだよ。だからちゃんと霧吹きしてあげたらこれ収まるんやけど、ちょっと湿度を上げてあげて葉っぱの方に潤いをあげると収まります。ちょっと話しとりましたけど、で これが伸びてくるんですよ、これがね、これが伸びていくわけ、で今の状態だとこれがピン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 伸びていって、すごいバランスが悪くなるんですね、で皮張った状態ってこのサイズなんですよ、で皮張ったサイズの方がいいや、そのサイズが好きやし買ってんやから、でそこに戻すのにはどうするかというと、びっくりするけどこれここから落とすの、これを太いところ、いいかい、はい、でハゲチョロピンにします、これもここで落とします。思いっきりですね、なんてこと、なんてこと、こうやって、でこれもこの節のところを落とします。あらあら、でこれをすることによってどうなるかというと、今これも出てきてんやけど、この切ったとこから出てくるんですよ、これ出てるの分かる、この子、こっから出てくるの、だからこの 節のところから出てくるから、もうこの中途半端なのを全部切り落として、こっからもう一回同じようにふかしてあげたら光もちゃんと当たるし、ちゃんと締まったパキラになるので、この枯れてるのはもうダメだね、ここね、こういう状態で、でこれは一本枯れちゃってるから、これも取った方がいいので、若い時に編んだはんやけどな、ちょっと取れへんな、こういう状態でハゲチョロピンにします、で必ずこれも芽が 出始めてるんやけど、こういう節の上から出てくるので、でちょっと別で写真はまたお渡しするけど、その写真見ていただいたら、ここからどん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 出てきます。今あったかい時期なので2週間ぐらいしたらじゅん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 出てきて、で一月ちょっと、一月半ぐらいかなかかるんだけど、そのぐらいで、また綺麗な葉っぱに展開します。
最初の買った時のような形になります。でそのそうさせるためのポイントとして、はい、重要なのはやっぱ光が必要なんですよその時は、うん、なのでもしベランダとか明るいところがあるんであれば出してあげて、今の時期ね梅雨までの光を当ててあげれば綺麗に展開します。ちょっとこれをお部屋の中ですると徒長といってちょっと光が弱すぎるのでひょろひょろの葉っぱが出てくるけど、もしお日さんベランダとかないんであればライト、うん、YouTube の光の説明を すごく詳しくしているやつがあるので LED ライトを近く50センチか1メーターぐらいから照射してあげるとしっかりとした光が当たって光合成できるので、ちょっとその場合はライトを強制的に当てて24時間当ててくれたらいいです。で管理してもらったら、はい、でその時にちょっと肥料もいるからね、栄養、栄養分もいるので、肥料とそのライトを当てていただいたらしっかりとしたパキラが復活します。光が弱いとひょろひょろっとしたになるので、そこだけちょっと注意していただいたらきっちりとあのまた買った植物と同じようなサイズ、はい、形状になるので復活させてください。はい、分かりました。で次のパターンとしてはすくすくと成長している、うわー新芽が出てきて素敵、なんか大きくなってきたわって思ってる人はどうしたらいいか現場でやってみたいと思います。このパキラの場合は非常に健全に育ってるように見えるじゃん、はい、けども本来このパキラって皮あった時でこのぐらいのサイズなんですよ。でこれ新芽がベーって伸びてきてるので、ちょっと間延びしてるのね、はい、なので大きくしたいんであればこのままでいいんです、はい、けどもちょっとこの整えたい場合はこの伸びてるやつはカットしていった方がいいの、はい、なぜかというと他のあの植物と一緒で成長点がここにある先、この先っぽね、はい、ここがどん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 伸びていくのでここは茂らないから、うん、その栄養分を下に分散させるためにこの先っぽを止めてしまいます。で本来の形ってこんなこのサイズなんだよ。でそこに整えるからね、もったいない、もったいないけど切るよ。で切るのは葉っぱのこの出てる上でカットします。ここね、葉っぱの上でカットしちゃいます。まあこれちょっと挿し木とかできへんやけど、これは例えば花瓶につけといたらグリーンとして綺麗じゃんっていう使い方をしてもらった。今のように葉っぱのこの上で切っていくからこういうところで切っていくと綺麗になるので、ちょっとこの今出てるやつを切るとどうなるか見てね。よいしょ、どん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 これは切っていった方がいいですね。こんな多分買った時このぐらいのサイズなんですよ。でこれはこれで花瓶に入れとくと、だからまた 2,3 週間楽しめるので、で これで今形は整いました。で次やらなあかんのは古い葉っぱを落としていくので、古い葉っぱっていうのは去年の、これ全部去年の葉っぱなんですけど、これやっぱりちょっと色がねこんなになってる、わかる、ちょっと濃いでしょ。こういうやつは下葉なんですよ。なので下葉から落としていくと、例えば一番下葉というのは一番下の葉っぱのこと、下の葉から生えてる、そうそうそう。でこんなんをこれ簡単なんやけどパキンってやったら折れるの、こうやって、はい、で折ってあげるとここに新しい芽出てるの、わかる、新芽なんですよ。まだ出てきてへんけど、はい、これが広がってくるので、はい、今下の葉っぱ、古い葉っぱを落としてあげるとここに栄養がいき、うんうん、どん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 いきます。でこれでちょっと古い葉っぱデレーンとした大きい葉っぱは散発して、こんな感じでちょっと茂りすぎてるのは散発しておくと、こんな感じでサイズを戻すと、整えるというのが、剪定の仕方になります。どん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 葉っぱはね取った方がいい、大きくなりすぎてるやつは。
よいしょ、皆さんのところに置いてあるとこういう状態になるのかな。やっぱりちっちゃいパキラさん、こういうこんななんかみすぼらしくなるわけよ、1年経つとね。でこんな葉っぱが大きくなっちゃったりするわけ。デレーンと、うん、では春になった新芽が出てきた嬉しいわって言ってたって、うん、あのこの古い葉っぱ残した状態だとひょろひょろのしか出てきんからね、うん、なのでこの今動いてるタイミングで思い切って切っちゃいましょうと、うん、でこのタイミングでしっかりと光を当ててあげましょう、はい、っていうのが重要になります。でないと こんな感じでひょろひょろのが出てくるから、うん、でひょろひょろのでもね、可愛いのは可愛いんだよ、優しい感じで、うん、けどこのサイズで残したいんやったらちょっと散髪しな。これもまずちょっと古い葉っぱを落としていくとどんな形になるかというと、こんな大きい葉っぱになってるわけよ、一枚がちょっとバランスおかしいやん。こんなんを散髪していってあげると、やっぱこの葉っぱにもね、古い葉っぱにも栄養がいっちゃうので、で葉っぱを落とすだけやったらこんな状態になってしまってひょろひょろの状態でいきます、このまま。でもこれをしっかりとカッターサイズはこのサイズなんですよ、はい、に戻すんであれば先ほどと同じような散髪をする、うん、かこれをもうちょっと背を高くしたにやったらこれで伸ばせばいい、うんうん、ただちょっと繊細なラインになるよ、うん、ゴボっていうパキラのあれにはならへんけど、ふわっとした感じに出すんであればこの状態で伸ばしていけば大丈夫。どっちでもいいよ、それはお好みだから、うん、この状態が悪いわけじゃないし、インドアグリーンとしては十分可愛いよね。ただ本来のパキラっていうのであればちょっと色が薄いので、どうしたいですかあなたは。ちょっと大きくしたい。大きくしたいであればこの状態で肥料を足して、あとはちょっと光やね、光をこれも同じく、LED ライト1メーターぐらいから最低1000ルクスぐらい測ってもらって、当たるようなのをしてあげるともうちょっと締まった葉っぱになる、ピローンってならへんので、それをしてあげた方が。新しい葉っぱだけ残してる状態。そう古いのだけ。古いのを落としてるの。下にある古い葉っぱだと。こんなんこれも古いからね、うん、これ新しい葉っぱなんですよ、色綺麗でしょ、はい、ツヤツヤで。だからこういう新しい葉っぱだけにしてあげないと、古い葉っぱがあるとこれ比べたらこんだけ色が違うので、はい、古い葉っぱを落とさないと新芽がに栄養がいかない、うん、こんな大きいのよ古い葉っぱを、すごい違います比べたら分かるやん、うん、だからこれをちゃんとなんていうの、新陳代謝なんや、新陳代謝をしてあげなきゃ。古いものはもう落として新しいものを入れ替える、うん、お肌と一緒ですね、はい、というのをしてあげると、今からやと5月6月には新緑のグリーンになって綺麗な形になります。っていうのがパキラの剪定になります。これはもうみんな他の植物も一緒ですので、散髪のやつですと今までしたウンベラータ、エバーフレッシュもやってますが、今5、6のタイミングは今やるタイミングなので、ぜひぜひ思い切って切ってほしいと思います。それでは最後に、パキラの剪定でまとめますが、全般に言えることですが、 4、5、6 の新芽が動く生育期の時には、去年の葉っぱはできたらもう落としてあげる方がいい。で新しい葉っぱに栄養がいくようにして、新陳代謝、毎年きれいな葉っぱで、展開させてあげる方が毎年そのきれいな、グリーンを保つことができます、はい、で、大きくしたい場合と、維持したい場合があるので、
大きくしたい場合はこういう伸びたやつは残しておく。でも維持したい場合は、一つ目の動画のように切り戻す、思い切って切り戻して、ハゲチョロピンにして戻しちゃって、この状態にしてここで吹き直すという形で、どうしたいかによって散髪の仕方が変わるということです。でポイントとして、重要なのはしっかり火に当てる光、直射日光が当たらないんであれば LED ライトで、1000ルクス以上、まあ強い方がいいですよ、5000ルクスぐらい当たるんやったら一番いいけど、当ててあげて1メーターぐらいから当ててあげて、光を当てて光合成を促してあげる。でその時には肥料ないしは活力剤を、足してあげて、成長を促すと。そしたら1月2月すれば完成した新しい葉っぱでの商品が出来上がるっていうことです。はい、LED ライトで当てるときは何時間ぐらい当てたらいいですか？弱いのでもう24時間当てれるんやったら当ててもらった方がいいですね。あ、そうなんですか。本来ならやっぱり1万ルクスくらい当ててあげた方が、生産者のハウスです、1万2万ぐらいあるんですよ、だからきっちりと仕上げるんであれば1万ルクスある方がいいけど、5000ルクスぐらいであれば24時間照射、1日の積算なので当ててあげる方がいい。まあ、LED だからね、24時間当ててても月何十円なので、ぜひぜひそこは植物のために当ててあげてほしいです。今がタイミングなので、ぜひぜひ散髪してあげてください。植物のために散髪は必要です。はい、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、見ていただいて良いなと思ったら、グッドボタンを押していただいて、チャンネル登録をしていただきたいと思います。で、なんか他にもなんかいろいろ聞きたいこととか質問とかあれば遠慮なくコメント欄に書き込んでください。はい、それではまた。